陽信明は北総の武将。父、陽行の死後、陽家軍を率いて、領と戦った。陽行の六尾であったため、陽六郎とも呼ばれる。幼い頃から軍事演習に親しみ、陽行の出生に従軍して、経験を積んだ。陽広史三年の北伐においては、陽行から先方を任される。自身、流屋で肘を貫かれながらもついたを陥落させ、 慶州知事に任命される。後、父の養業が死ぬと、高梁の将軍として、重責を追い、純犬氏高敷士など数々の養殖に任命される。皆平成2年に、寮が南進した時、幼信明は水上を守備していた。武器も食料もなく、絶対絶命と思われた。数日、寮は城を包囲したが、幼信明は井戸から水を汲み、 城壁にぶちまけさせた。季節は冬であったため、水は翌日には凍ってしまい、城壁を上がることができなくなった両兵は撤退した。すると、両信明は反撃し、散々に両兵を打ち破った。これにより、水上は、遺形を込めて、鉄水上と呼ばれるようになったという。皆平成3年、水上における敗戦を覚えていた両は、 再び、洋信明を亡き者にしようと三千の騎兵で、縁明らの本体を襲った。しかし、これを見抜いた、洋信明は、巧みに副兵を使い再び、領を打ち破った。皆平成5年、領が補修を攻めたが、この時は、洋信明らが婦人する前に攻撃を受け敗北する。これによって解任され、軍法によって、 裁きを受けることとなったが、兵祖の功績の大きさから不問に付され、以後の功績によって、敗戦の責任を償うことになった。慶徳元年、陽信明は皇帝、新州により、軍を数押され、一万人を率いることになる。さらに、陽信明の意見を聞かない、王朝から軍権を奪い、両兵を打ち破り、古城を陥落させた。しかし、この年には、 千円の命が結ばれたので、一応、両との戦いは終わりを告げた。慶徳二年、紅葉館副都部署に任命されたが、無人である、陽の部脇は行政に疎く、仕事は、周忠氏という男に任せた。この男が不正を行ったため追放した。大中幸夫七年に病死、去年五十七。陽の部脇の活躍は、陽家小演技などの大衆小説でも描かれている。 ありがとうございます。